のライト、ドゥン、めちゃめちゃ光綺麗なんですよ。まあ、なので炎色性が高いということは色鮮やかに綺麗に見えるだけではなくて、オートフォーカスが、合いやすいとかで、光量もね、同じ1000ルーメンだったら、少なく済むよとか、まあ、いろんなメリットがね隠れていると。まあ、RG ブルーの、この一番の魅力は何といっても光の綺麗さ。まあその裏側には、こういうロジックがね隠れていましたよっていうのを、お伝えさせていただきました。はい、では RG ブルーの大きな魅力その1は、光の綺麗さ。次は2つ目に入っていきたいと思います。で、2つ目は何といっても長く使える。これめちゃめちゃ大事ですね。まず僕の体験談を、交えたお話をさせてもらいたいんですけれども、このライト、出たのがですね2013年なんですね。で、その時僕早速すぐ RG ブルー購入して、使っているんですけれども、気づけばなんと現在2023年、いまだに現役で、使えているんですね。これねすごいんですよ。その2013年以前は水中ライトに本当全てのダイバーが悩まされていたと言っても過言ではなくてですね、本当に毎年1本買い替えるぐらい、故障が多かったんですよ。まあ、例えば接触が悪くて、ちらつきが出始めるとか、何回かやらないと、光つかないとか、めっちゃ強くやらないとつかないとか、まあ、あとは水没っていうのも、すごくね、多かったんですね。まあ、なのでそれまでは、1,2 年使ったら買い替えるっていうのが、水中ライトのねスタンダードだったんですけれども、まあ、このライト、まあ、本当に長く使えますよと。僕年間800本潜るんですね。まあ、宮古島でダイビングショップやっていてガイドをね毎日やっていますので、800本の10年間ですね、8000本、潜りましたと。でその間ですね水没故障がゼロなんですよ。8000分のゼロ。まあこれたまたまかもしれないんですけれどもすごいですよね。でしかもこれ僕がダイビングしてる時にそのアルジブルース水没故障をしたの見たことないっていうのは僕のライトだけではなくて、お客様たちのライトも含めて見たことがないということなんですね。このライト今やめちゃめちゃ普及してまして、昨日なんて RG ブルー持ってる人ボートにね11台かな11、1個1個こうやって僕映像撮ってたんですけども11台ありまして、まあそのぐらい今使ってる人多いんですね。で、そんな中でも、まあ、毎日海に出ていて、水没故障したのは見たことないと。まあ、これたまたま偶然も、まあ、確実にねあると思うんですけれどもそれでもねもう何万分のゼロの確率で、水没故障、目の当たりにしたことがないと、そのぐらいすごいライトなんですね。でまあ絶対に水没しないって言いたいんですけれどもRG ブルーの人に絶対水没しないわけではないですって言われたので絶対って紹介しないでくださいって、まあ、言われたんでね絶対とは言いませんけれども、まあ、実際にお客様からまた聞きでこの間ねちょっと水入ってみたいな、ことは聞いたことちょっとね実際はあります。まあ、ただ僕は、まだ目の当たりにしたことがないと。まあ、そのぐらい、僕はね絶対的な信頼を、RG ブルーに置いていますと。で、まあ、RG ブルーなぜそんなに長く使えるのかっていうのが、これもね裏側にちゃんと、理由がありまして、その理由をこれからね、解説させて、いただきたいと思います。でこのライトですねパカッと、外れるとライトモジュールとバッテリーモジュールに、まあ、分かれるわけなんですね。で、ここにね、オーリングがついていて、まあリニューアル後にねダブルオーリングになりましたよっていう、ことです。まあ、ただねダブルオーリングなんていうのは、このご時世もう当たり前で中国製のライトなんてねトリプルオーリングフォースオーリングもう3本4本ついてるのは当たり前なんですね。まあ、オーリングいっぱいつけると何がいいかっていうと、まあ、1本目のオーリング水がねビューッと
突破してきても2本目で止まればいいでしょうみたいな、そういう理屈なんですけれども、まあ、いっぱいつけりゃいいってわけじゃないと思うんですよね。アルジンブルー、まあ、2本しかないので、まあ、中華製は3本4本つけてますけれども、まあなのでアルジブルーが長く使える理由は、そんなね安易なことじゃないんですよ。これね中開けるとなんか金色のピンがねポン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 って、刺さってるんですけれども、水没検知回路自動遮断システムっていうのが、ついていまして、これ公式で言ってる名前ではないですね。僕が説明文読んで勝手につけた名前になるんですけれども、これすごいんですよ。まあ普通に使ってますよね、ついてる状態で。で、まあ、オーリングの滑りが悪かったとかで、ビューと水入ってきましたと。でそうすると、この金色のね、ちっちゃいボッコのところに、水が触れるとですね、中の回路が遮断されるんですよ。ピュン。でその瞬間もうつかなくなるんですね。これですね、まあ被害が、大きくなる前にあらかじめ回路切ってやろうっていうね、そういうのを自動で作動させてくれる、まあ、システムなんですね。まあ、なので、まあ、水つかなくなりましたと。で上がってきてパカッと開けたら、まあおそらく海水入ってますよね、ちょっとね。でそれをですね、まあ、水でジャーッと流して、しっかりきれいに拭き取ってですね、でしっかり乾燥させて、で、乾燥させたら再び、ガチンと合体させると。で、その後ね一度、充電をしますと。ビュッと差し込んでね。そうすると、しっかり乾いた状態になっていれば、そのね回路がねパチンと復活するらしいんですね。そうなると再びライトがまたつきます。すごくないですか。そんなシステム聞いたことありません。だいたいライトっていうのは水没したらもう終わりなんですよ。まあ、RG ブルーにはこういう機構が備わっているので、多少の水没だったら復活することができますよ。しかも自分の手で、しかもこんなに簡単に。これ考えた人ねすごいですよね。まあ、僕はねその機能がね働くほど使ったことはないんですけれども、まあ、お客様、うちのお客様にねいらっしゃいまして、いやこの間こんなことがあってさみたいな、本当に使えるようになったよって言っていて、まあ、僕もちょっとねまあ、今参考映像、まあ、できればね怖いんであんまり試したくないんですけれどもね、まあ、そういった感じで、そういう防水システムも備わっているので長く使えるという、ことでした。で、ここからですねもっともっとすごい、長く使える理由を、説明していきたいと思います。オーバーホールサービスっていうのが、この RG ブルーにはねアフターメンテで標準で、用意されていまして、それをねちょっとどんなものなのかご説明させていただきたいと思います。じゃあ今参考資料の方ね出ていると思うんですけれども、一つずつね、分かりやすく解説していきたいと思います。全てのオーリング交換、まあ水が入らないためにね、たくさんのあのゴムのリングいっぱいついてるんですけれども、まあ、ゴムなのでね、劣化するんですね。硬くなったり、滑りが悪くなったり、はい、なのでそれを全部交換してくれますよと。で充電端子交換、これですね、端子の部分ね、結構電飾を起こしたり、してですね、腐食してくるんですね。でそうなると、ちょっとね、接触が悪くなるんです。まあ、なので、まあ、これちゃんとねメンテしてればそんなに腐食はしないんですけれどもね、まあ、そこも、一応ちゃんと交換してくれますよと。でオーバープレッシャーバルブ交換、まあ、中にねバルブがあって、それを、交換してくれますと。でバッテリーのリフレッシュ、バッテリー交換してくれるのすごくないですか。これね iPhone、携帯電話の iPhone と一緒で、新品で買った時から使えば使うほどバッテリーの容量がねどん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 ね、少なくなってっちゃうんです。やっぱり、
そこのところをこのオーバーホールすることによって、まあ、新品のバッテリー、にね変えてくれますね。新品のバッテリー変えてくれるのかな、バッテリーのリフレッシュって書いてあるから、まあ、新品のような状態にしてくれるのか、まあ、ちょっとね、そこら辺曖昧なんですけど、まあ、新品同様にして、戻してくれると。すごいですね。で、全ての機能を確認してくれますと。どっか不具合ないかちゃんと見ますよということですね。で、防水性能確認、これ耐圧検査、するんだと思います。で、しっかりね、実際に水を防げるかどうか、確認してから、戻して、くれると。で、ここからこの赤字のところ、これねやばいですね。オーバーホール終了後より1年間の保証つきますよと。こんなサービスありますか。これだけいろいろやってくれて、しかも1年間のサービスつけてくれるなんてね、ほんとたまげますね。で、まあこのオーバーホールの価格なんですけれども、この RG ブルーですね、これとこれか、バッテリーの種類2種類ありまして、こっちのちっちゃい方のバッテリーがシステム01で、こっちの大きい方のバッテリーがシステム02、っていう名前なんですね。で、バッテリーが大きいと、まあ、値段も高くなりますよと、いうことなんですけれども、システム01のバッテリー小さい方で、オーバーホール料金が税込み13,200円で、大きい方のバッテリーシステム02が、17,600円。めっちゃ安くないですか。でこれね、ちょっとこれ僕見つけちゃったんですけれども、これバッテリーだけの購入ってできるんですね。でこの小さい方のバッテリーシステム01のバッテリー単体で買うと、なんとね税込み27,500円するんですよ。でシステム02のでかい方のバッテリー買うと、バッテリー単体だけで買うと39,600円かかるんですね。え、これ価格ちょっとバグってないって思ってですね、オーバーホール料金の方がね半額ですもんですね、バッテリーのリフレッシュもへっこみなのに。これちょっとね、言ったら RG ブルーの人にあの怒られちゃうのかもしれないんですけど、バッテリー単体買うぐらいだったらオーバーホールした方がお得なんですということで、このオーバーホールサービスがあるっていうのが長く使える秘訣のね最大の理由になってくるんですね。で、まあこの RG ブルーってね結構値段するんですよ。なんですけれども、10年とか、使えばですね、コスパで言うとめちゃめちゃいいんですよ。実際に10年間使ったライトですね、2回オーバーホールしましたね。まあ、公式ではもっとね短いスパンでオーバーホールしてくださいって多分言ってるとは思うんですけれども、まあ、2回だけのオーバーホールで10年間使えてますと。まあ、なので一度買ったらねずっと長く使えると。で長く使えば使うほどコスパもねどんどん良くなってきますので、ぜひねこのオーバーホールサービスを、念頭に置いて、購入されては、いかがかなというふうに思います。これもね今回どっちも水中に持っていって、参考映像たくさん、比較映像ねたくさん撮ってきましたので、こちらを、見比べていきたいと思います。僕個人のおすすめとしては、じゃん、見たままのね色が本当に最高によくて、編集もねめちゃめちゃ楽なんですよ。